まあ、最初の読み合わせの時は基本的にこう重ねになっていう役割があったので、になってこういう子かな、こういうその背景バックボーンがあるのかなとか、ニナにとって本当の幸せってなんだろうなとかいろいろ考えて、撮影中は結構コミュニケーションを取ることを大事にしていました。浅野さんからこうノート作りなよって言われて、で演技ノート作って、重ねの時はこう思った、このシーンではニナの時はこう思ったっていうことを書いていったんですけど、それが一番なんか大事だったな、本当に浅野さんに感謝だなっていうふうに思いましたね。私のそのブログのファンの方がタオちゃんに似てる子がいますみたいな、で誰だろうと思ったらキョンちゃんで、それはすごいなんか申し訳ないなと思いながら、すごいわこんな嬉しいなって思って、でもキョンちゃんは本当に笑い声がすごくなんか明るくなれるというか愛される方だなというふうに思いました。重ねが持つ顔がに傷があることによって感じるコンプレックスと、ニナには夢を叶える方法を間違えて生まれてしまったそのコンプレックスから顔を入れ替えることで逆にコンプレックスが生まれてっていうのは、なんかすごい共感するなというか、自分がやりたい方向に向かってどう努力するかってすごく難しいし、でもこういう人になれたらいいのになとかっていう純粋な嫉妬心ってとても大事だと思うんです。なんかニナも重ねも同じなんですよね、コンプレックス。もうなんか本当は親友になれるタイプだと思うんです。お互いの嫌なことちゃんと言い合えるし、だから最初の入れ替わった時のシーンとかすごい絶対楽しかったと思うんです。こうやってやった方がいいよって言ったら、あ本当だ上手くなったとか、本当は一番仲良くなるべき重ねとニナだったと思うんですけど、夢を叶える方法を間違えてしまっただと思います。この作品は美しいかどうかではなくて、自分に生きる価値があるのかどうか、生きる意味があるのかどうかっていうことを確かめたい人が悲しいこう祈りをこう思ってるような作品だなというふうに感じてます。多分私だけではなくて誰しもがいろんな感情を抱いてると思うんですけれども、本当にいろんなこう愛情であったりとか、あとは向き合い方であったりとか、少しでもヒントがあるんじゃないかなと思っております。すごくスクリーンにぴったりな迫力のある、そして、まあ、音響も本当に、あと音楽も本当に素晴らしいので、ぜひ、映画館で大きな場所で見ていただけたらなと思います。楽しみにしていてください。